皆さん、こんにちは。中島ラビ塾塾長、NPO 法人グローアップ理事長の中島です。今回の、白黒先生との対談はですね、子供の心に響くとっておきの話100を課題図書にしまして、著者の黒ペンさんと一緒に、いろいろと提案していきたいと思います。白黒先生、黒ペンさん、よろしくお願いします。よろしくおお願い願いししまます。す。はい、まず、初出版おめでとうございます。おめでとうございまありがす。とうございます。いや、すごいですよね。素直にね。まあ、ネタがこれだけあって、情報発信続けたからこそっていうところが一番だとは思うんですけども。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。では、もういきなり振ってしまうんですけど、この本に込めた思いみたいなものを、お話しいただければなと思います。はい。黒部さん、お願いします。ありがとうございます。今までツイッターで、今450話以上、発信してきたんですけども、この本に込めた思いとしましては、そのツイッターを今までご存知の方も楽しめるような、あとそのツイッターの僕を知らない、初めて、この黒ペンって誰なんだろうって思うような、どちらの人にも楽しめるような本でありたいなっていうのが、まず込めた願いなのと、一番大きな願いとしては、こう主体的にしたいっていう気持ちがありまして、こうただのいい話集じゃなくて、こう読者自身がいい話を楽しんだりとか、作ったりとか、実際に話してみたりとか、っていうようなことを願いとしてコメントさせていただきました。なるほど。てかもう400とかなんですね。すごいですよね。470いくつですかね、今は。もうすぐ500来ます。ああ、すごい。始めたきっかけみたいなのもお話しいただいていいですか？教職大学院に僕通っていた時期がありまして、そこで出会った教授の方の授業がきっかけです。で、道徳の先生だったんですけども、先生自身も、その道徳の説話みたいなのを、自分で手作りができるんだよっていう授業を受けまして、そこから着想を得て、自分なりに消化して、とっておきの話っていう実践を続けさせていただきました。発信し始めた理由って何なんですか？発信し始めた理由は、なんか自分でこう作っていて、180話ぐらいまで作ったときに、なんか、これってただの自己満足なんじゃないかなっていうのがまず思ったのと、なんか自分の目の前にしてる子供たちの反応は、まあ、その良かったり悪かったりするんですけど、もっと客観的に自分が作ったこの話を、こう、ちょっとフィードバックする場が欲しいなと思って、もうちょっと公開してみて、いろんな先生方のリアクションだとか受け取りながら、もっと自分を客観的に見つめ直して、このとっておきの話っていう実践を練り上げていきたいなって思いまして、それでツイッターを始めました。はい。お、なるほど。す偉ごいい。な。すごいですね。偉いですね、本当。えらい。えらいっていう言葉がどうやえらこうありますけど、そうですね。偉いってあれですけど。今すいや、ごい、す頭良ごくいさな。れたような気持ちになる。いや、まあ、素直にすごいですね。やっぱりその実践することと大事さ。でね、気づいただけでそのとどまらなかったっていうことのすごさだなっていうのをすごい聞いてて思いましたし、その思いっていうのがすごいこの本の中に込められているなっていうのを感じたところがあったので、はい、ではじゃあちょっと感想というかですね、いきますか。白黒先生、お願いします。いやでももう100個ね、話あるだけでもすごいね。500ってもう1年で語りきれないじゃないですか。 すまあ、ごそい、れはないね。もう熱量がねすごいなと思うんですけども、やっぱこれで、あとね、読ませてもらって、まあ感想という話なので、このよく、もう本当は黒ペン先生さっき言った通りなんですけど、よくあるね、このいい話集っていうのは本当に、まあ、いい話が100個載ってて、それどのタイミングで喋るかなっていうような感じの本が多いんですけども、もう黒ペン先生の本は、どうやってその話が生まれてきたかとか、こういうことが、まあ、載ってまして、で、それを、なんだろうな、この読者としては、じゃあ、こうやったら作れるんだねっていう感じで、
なんか作り方がの説明書みたいな感じに変えられるのかなと思って、そこがね、またタイプとしては新しいなと思って読んでました。ありがとうごいざいや、ます。そうですね。中島もやっぱそこの部分があって、正直最初読んでて、あ、こういう感じの本なのねっていうふうに進めていったんですけど、やっぱ終章、最後の章がすげえっていうところが、なんか本当に白黒先生の学級経営使いと似てる構成なのかって思うくらい、クリエイターへの道ってところですね。もう、で、やっぱり、今もね、お話にあった通り、主体的にしたいっていうところが、終章にもう注ぎ込まれてるなって言って、本当にね、そのいい話100だけではないっていうところが、本当に思いとして入ってるなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ここら辺はどういうふうな意図というか、もう少し詳しく教えていただいてもいいですか？これ、早速、白黒先生との裏話を話していきたいんですけど。裏話？これ、本を執筆するにあたって、白黒先生と対談したことがあって、なんかここで、もし白黒先生が読者だったら、僕が、そのとっておきの話で本を書くとしたら、どんな本を読みたいですかって質問したことがあるんですけど、覚えてらっしゃいます？ああ、ありましたね。ありました、ありました。で、そこで白黒先生からご教示いただいたのが、なんかただ話を載せるだけじゃなくて、もっと黒ペン先生が実際どうやって作ってるのかっていう、その裏側のところまで書いてあったら、ぜひその本は買いたいですみたいなことを教えてくださったんですよ、白黒先生から。で、まあ、それは僕も感じてたことで、その時。確かにそういうことも込めた本を作りたいなっていうのが、まず一つあったのと、あと、僕自身、そのいい話集が大好きな、教員でして、なんか、語りとか、いい話とか、心に染みるとか、そういう校長講話も含めて、片っ端からずっと読んできた人間なんですね。で、ただ、初めにでも書いてたと思うんですけど、そのいい話集を読んだだけでは、こう主体的になれなくて、どうもなんか子供にこう響く話ができないなっていうすごく自戒の念があって、その二つがちょっと合わさって、ここに込めたこだわりとしては、ただのいい話集にしたくないっていう、もうそこをちょっと突き進んでいこうっていうふうに思ったのが一つなのと、その中島先生から取り上げてくださった終章のところは、もう、白黒先生の本をモデルにしながら構成を考えたんですよ、実は。そうですか。なので、師匠です、白黒先生いやいや、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。モデルっていうと、学級経営の方ですか？それとも、いや、道徳道使いの徳、方で、もうそれこそ、中島先生が、白黒先生と対談されながら、道徳使いについて話されてるスペースを僕聞いてたんですね。で、その時も中島先生、終章がすごいって、おっしゃって、なぜすごいのかっていうのを中島先生、こう、語ってらっしゃるのを聞いて、確かに、終章にこういうのが持ってくると、読者って主体的になれるのかなっていうのを、ちょっと思ってて、だから自分が書くとしたら、絶対終章作ろうと思ってたんですよ、その時から。で、自分がとっておきの話で作るとしたら、白黒先生がその道徳の教材研究のと載せたように、僕だったらどうかなと思った時に、もう一歩踏み込んだアレンジの仕方っていうところで、もうちょっと終章として形にしたら、もっと読者の人を主体的に導いていけるかなって考えまして、ちょっと道徳使いに寄せながら構成も 作らせていただきました。嬉しいなぁ。いや、もう今めちゃくちゃ鮮明に思い出しましたよ。黒ペンさんと対談した時のこと。言うてました、言うてました。それが、なんだろう。今お話しする前、ちょっと一瞬自分の頭の片隅にちょっと教えられてたもんで、この本読みながら、うわ、なんかこれ自分の読みたかった本だなと思いながら読んでたので、嬉しい。そういう、あれか、そうですね。もう今、本当に今、全部思い出しました。ありがとうございます。あの対談がなかったら、そうなってないです、本当に。白黒先生のおかげで。そうですか。
なるほどね。しかもね、その中島とそれから先生との対談もっていうふうになれば、それは中島もそう言うわっていう話でもありますよね。我々の無意識のうちに そうですね なんかすごくこう踊らされた感というかね、ちょっと変な言い方ですけど、確かに。そうだったんかっていう、今それこそ逆に今いい子いい子され返されたみたいな感じはありますけどね。そうですね この日が来るのを待ってました的な感じです いやー、だからなんかね、ね、クルペさんもね、この対談っていうのを、なんか夢が叶うみたいなふうに前に言っていただいたこともあったので、大げさだなと思っていて、なんか何かあるのかなって思ってたんですけど、なんか今話を聞いてすごい納得感が、そうなんです。もう、あり伝まえたかっす。たです。この気持ちを。ああ、感なん謝のか、気持ちでいっぱいです。本当に。はい。いや、いいっすね、この、なんだろう、広がっていく感というか、ねえ、こちらは全然そんな意図をしてたわけで、少なくともね、中島と白黒先生との対談の中では、そう、ただ自分が感じたこととかを話しした中で、それをやっぱり汲み取って、じゃあ自分なりにどう消化していくのか、っていうところと行動を積み重ねた結果、この本があるっていうのは、なんかすごい、すげえなーって、素直に。すげえなーって言葉がね、それ、いやでもごす意げえ欲なーって言って、そう。いやー、いいですね。やっぱりそういう思いっていうのもそうだし、その形になる時代になったっていう言い方もできるのかなと思うので、それこそ、ね、初めから出版が目的だったわけではないですもんそうですね。ね。その、ね、大学院で教わったその先生の、ああ、なるほど、じゃあ自分もっていうところから、じゃあフィードバック欲しいなっていうところから、で、いろいろ声かかったりとか、やり取りして、この実際紙の本として手元にあるっていうののすごさだなっていうのはすごい。ああ、面白いなぁ。で、すみません。しみじみ思いました。いや、本当にね、しみじみ思いますよ。ではですね、中の方行きましょうか。します。じゃあ、白黒先生からお願いします。いや、そう、だから今話聞いて、意図的にこれ、あって思ってる部分があるんですけども、まあ、例えば74番のね、毎日席替えするクラス、席替えしないクラスとかいうのが、まあそういう話があるんですよ。で、これ、素材が教育実習生の頃の体験ってなってるじゃないですか。でね、だいたいね、この、まあ、普通こういういい話100っていう時には、まあ、なんだろう、偉人の名言とか、なんでしょうね、まあ、ことわざとか、まあ、なんかそういうところから引っ張ってる話が多いんですけども、で、これ、あえてね、この教育実習生の頃の体験でのここに入ってるのは、まあ、こう、掘り込んできてくれてるのはね、その黒ペン先生が言ってる身近なところに話があるよってことをこう教えてくれてるのだなと思って、まあ言ったらその我々がね、この本読んで、この席替えする話をこのまましようと思っても、別に自分教育実習生のところにこの経験したわけじゃないから、このままじゃ多分使いにくいんですよね、この話に関してはね。でも、まあそういうことって実は転がってるよねっていうことをこう教えてもらってるっていうので、なんか自分はね、いいなと思って読んでたんですよ。なんかでももともとその、なんでしょう、この読んだだけでそのまま使える話もたくさんあるじゃないですか。で、それはもうそれで、ね、みんな、この聞き手の皆さんもね、それはそれでまた楽器で話したらいいと思うんですけども、こうやってなんか身近なところから作れるなっていうのがすごい勉強になるなって思いました。いや、そうなんですよね。だから、それこそ、あ、一枚道徳と似てるなっていうのはああ、すごいそう、感じて。本当にそれです。桜の話とかね、出てましたしね、トウモあ、ロコシとか。そう。なんか、それこそね、あそこでも話したように、日常の中にあるものをちゃんとその拾えるかっていうところが大事だなっていうのは、やっぱり共通点としてあるんだなって思ったし、そうなんそう、だから、
ね、先ほどもその道徳、教職員大学で道徳っていう話でもあったんですけど、最初、これ本当に普通のいい話集だと思って読んでたんですよね、実は。言ってしまえばね。で、もうなんか、あれ、これ道徳じゃん、道徳じゃんって思ってて、そして修士を見て、あ、道徳だって思ったら っていうところがあって。ただ、それも、やはり、どう作れるか、作るかっていうところを、こそ、やっぱり子供たちに届きやすくなるよなって思うところがあるので、そうなんですよね。その大事だなっていうのはね、なん思いかます本にね。も書いたんですけど、やっぱりこう、自分に自信がない先生ほど、結構外側に探しに行っちゃう傾向があるなっていうふうに感じてて、で、自分自身もそうだったんですよ。なんか本当に自分の力量不足を感じて、なんかすごくいい名言を探しまくったりとか、なんか本当にすごい偉大な先生たちの、話集とかっていうのを読み漁ったりしたんですけど、なんかそうじゃなくて、もっと内側のところに、すごくとっておきな素材っていうのはあるんだよっていうことは、ちょっとこの本を通して伝えたいなって思ってまして、なんで、教育実習生の頃の体験も素材になるし、なんかもうただただ、海に行きましたっていう、それだけでも素材になるんですよっていうことを、ちょっと、伝えたいんですよね。だからこう、素材なんだろうって見たときに、こんなことが素材になるの？っていう、っていうのを、ちょっと、やっぱり伝えたくて、だからこそ、ハードルってそんなに高くないんですよっていう、あなたも、その第一歩を踏み出せるんですよっていう、先生方にとっても、スモールステップの一歩目っていうところで、本書を読んでいただけると、なんか、私でもできそうとか、僕でもできそうっていうようなことが、先生自身がまず思うことが、まず第一かなと思って、それが子供の心に響くっていうところに必ずつながっていくって僕は信じてこの本を作りましたね。素晴らしい。やっぱね、その偉人の名言とかね、そういうのはもともとのそのパワーがあるんですよ。やっぱ心に響く言葉っていうのは短いところに凝縮されてるんですけども、この席替えの話とかっていうのは、このそういうパワーの代わりにね、やっぱ臨場感があるなと思って、なんか、その体験した時にね、先生こういうことをなんか見たんだよとか言ったんだよとか聞いたんだよって話は、子供の食いつきが全然違うなと思っててですね、俺先生の教育実習生の頃の話なんだけどなとかいうところからスタートしたら、もう子供たちはめちゃめちゃその時点でまずワクワクしますよね。何の話が始まるんだろう。で、そこからなんかこの学びにつながる話をしていくっていうのは、これもう子供たちね、めちゃめちゃ頭に入るし、心にも響くんじゃないかなって思ったんですね。だそうからこういうです話ね。が、そう、散りばめられてるのいいなと思いました。から、どちらが大事というよりは、どちらも大事っていうのが中島の考えで、やっぱりそういう、いわゆるね、偉人の言葉っていうのは、何を言うかっていうのも誰が言うかみたいなところはあるので、それによる影響っていうのはもちろんあるんですけど、学校の先生はと、あの、講師だとまだいいんですよね。回数が限られるし、使い回せるんですけど、やっぱり普段使いではないよなっていうところがあるので、やはりどちらもこう持っていると強いよなっていうところはね、ありますし、やっぱ学校の先生の今言われた通り、中島の印象としても、もっと、なんだろうな、いい意味での自分語りみたいな。それと子供たちをどうつなげていくかっていうところが、このとっておきの話っていうところの、本当に軸になってるのかなって思って読んでいたので、いいですね。だって、こありの、がなんていうかな。この本の中で一番中島が大事だなって思ったのが、やっぱり自分の視点を成長させる本だなって思ったんですよ。とうございます。あ、それでもいいんだ。まあ今ね、車屋さんが言われた通りのか、感想を持ったっていうところなんですけど、仮にどんないい話であっても、やっぱ、それをね、どう話そうかみたいなのは結局自分でやんなきゃいけないので、ただね、その文章の紹介だけしてもしょうがないわけで、なんかそこら辺がね、丁寧に書かれてるし、生み出す5つの力っていうところもすごい切り口としていいなと思って読みました。いや、もう本当中島先生言う通りで、その同じね、話をこう我々ね、体験した時にも、まあ言ったこの一つの話の中で、オチとかをね、どう示すかとか、
その話の導入をどう持ってくるかっていうのはね、やっぱこう、めちゃめちゃ大事だと思っていて、で、そういう、なんだろうな、そういう構成を考えるのが、なんか最後、終章に載ってたと思うんですけどね、なんか授業の構成を考えるのとちょっと似てる部分あるなと思って、やっぱ出だし、同じ話でもね、出だしでこの、なんでしょう、言葉をパンっていくのか、なんか、その数字だけピャンって見せるのかとか、なんかいろいろやり方、写真をね、ダンっていくのかとか、ね、これは、どれをどう持っていくかっていうのはね、なんか、めちゃめちゃね、こう、切り口としても大事だし、それはまた授業を作る力にもまたなってるんだろうなっていうのをね、思いましたね、見てて。まさに。だから結局、多分話が上手い人っていう、ちょっとざっくりとした括りになるんですけど、で、大体こういうことやってますよね。ただ何も考えずに何も準備せずに話が上手い人っていうのを中島知らないので、でこのある種のそのねオチとかもそうだし起承転結みたいなのもそうだしそのストーリー性って中島は言うんですけど、まあやっぱこういうのを意識してやっていくことで気がついたら身についてるとか、そういうのを持ってる方はね、その自分のやつと振り返りながら比較しながら読んでいただくと面白いんじゃないかなと思うし、あ、これ意識してなかったから意識してみようっていうのが入りやすい。で、そうでない方にとっては、その、もう、ハウトゥー的な部分をピックアップして、まあ、実際にぜひ、その、やってみるっていう。だから、それこそね、今、中島花粉症が辛いわけですけど、花粉症でとっておきの話をするとすれば、その医者にかかる大事さとか、その専門家自分で何でもやろうとしないっていうことは大事だよね。みたいな話とこうつながったりすると面白いのかなとかね。日常の大事さっていうのがあるなと思って。花粉症を答えにされるのがすごい、さすが中島先生が。今鼻グズグズしてるなと思って、まあ、ここら辺もあれですよね、中島の着想がっていうふうに言っていただけるんですけど、それもやっぱり日々考えてるからこそ出てくる言葉だし、これをね暗記してもしょうがないじゃないですか。でそういうのをやると、まあ、で少々にあるようにでこういうのができていけばその授業の方に広げていけるよねっていう、そうですね。だから僕もその執筆を通して、まあ結構感覚的にやってたことが言語化されたっていう面もあって、あ、確かにこういう小技とか意識しながら話してるなっていうのは自分自身もすごく学びになりましたし、なんかこう紙面上の関係で10の小技ってまとめたんですけど、実は11、12ってあって、でもそこら辺は全部書き込むんじゃなくて、もうその先はもう読者の方に、実は読者しか身についてない小技も、黒ペンが身についてない小技で、読者の方しか身についてない小技もあると思うし、なんか同じ小技でも多分鍛え方だとか、すごくその一挙手一投足で違ってくると思うんですよね。なんかそこら辺をちょっと、なんかこの本を通して交流し合えるような、なんかそういう関係づくりも素敵だなっていうのは思いましたね。で、あと、とっておきの話っていうこの言葉にも結構思いがこもってまして、なんか、いい話じゃないんですよね。いい話にしてしまうと、こうなんか誰かが決めたいい話みたいなニュアンスが入っちゃって、じゃなくて、なんか、とっておきって自分にとってすごくとっておきだなっていうふうに思うような素材を信じて作っていけば、必ず子供の心に響いていきますよって。それはなぜかというと、教師自身が一番熱を持って、話せる話だからですよって、誰かから借りたいい話じゃなくて、自分自身で感動して、自分自身で作り上げた話っていうのは、すごく熱を持って子供に伝わるんですよっていうのを、この本書では、通して伝えたくて。なので、その小技から、例えば、間を置くっていう小技を鍛えたいなって思う人は、間を置くっていう小技だけで検索できるようになってるんですよね、話が。なんかそういういろんな読者によっていろいろな楽しみ方ができるような本にしたいなっていう気持ちを。なるほど。
いや、だからすごい、そういう、なんていうかな、やっぱ思いがすごいですよね。本に込められてるね。それこそ今言われた、その使い方っていうのが最初にわっと書いてあって、正直最初圧倒されたんですよ。お、すげえなーっていう。作品まであって、ほわーっていうところで引っ張ってからのわーって入ってくる。で、今、聞いててすごい素敵だなって思ったのが、やっぱいい話は、他者の言葉はいい話。でも、自分にとってのとっておき。だから、言い方を変えると、他の人から否定されるものがないってことですよね。え、これ別にいい話じゃないよねって言われても、いやいや別にいい話っていうよりは、自分にとってのとっておきっていうことなので、って言われてしまえばね、その話す先生方、読まれてやってみようと思われた先生方に対してやってみようっていう勇気を与えるような、ああ、ちゃんとストーリーがあるんだと思って聞いておりました。自分もなんか質問とかもこれしてもいいんです？ああ、いいですよ、いいですよ。いや、いろいろとああ、あるいいんでで。すよって中島が言っていいのかって気もしますけど。お願いします。それはファシリテートしてる中島先生で。ああ、はい。はい。いや、まずね、あとこれなんか表紙がね、なかなかこう素敵だなと思って見てるんですけども、なんお。か普通の教育書となんかちょっと表紙の趣も違うなと思って見てるんですけどね。なんかはい。こう、表紙のなんかこのこだわりとかもあったりするんですか？ちょうど今いらっしゃいますね。これ猫先生に書いていただいて、猫先生とレミさんという方に、お願いして書いていただいたんですよ。で、その時に、まあ、どんな感じでっていうのを伝えた時に、僕からはすごくなんかあったかい本にしたいなって思ったんですね。で、教育書って結構、ちょっと厳しめな、感じの本もなんかあって、ちょっとなんか、初任者の方とか、そういう若い方からすると、うって言うくるような、ちょっとハードル高いかな、この本っていうような、いう本も、まあ、あって叱るべきだと思うんですけど、なんかその一方で、なんかちょっと、ほっとするような、本を読んでほっとするような、そんな教育書もあってもいいんじゃないかなって自分の中で思ってて、で、あとやっぱり自分が作る本っていうと、結構その厳しさっていうよりは、すごい温かさみたいな、そういうところを、目指して作っていきたいなって、その自分自身の、こう人間性とも照らし合わせながら、そういう、なんか表紙のデザインだといいなっていうのは、と思ってたんですね。で、もともとこの本が、猫先生との出会いをきっかけにして、編集者さんを紹介してもらって、作り上げられた本なので、で、すごく感謝の気持ちも直接伝えたかったので、直接会ったんですね、猫先生と。おお、そうなんですか。で、その時に猫先生から、僕書いていいですかって、打診してくださって、いや、逆にいいんですかっていう感じで、で、お願いして書いていただいたんですよ。うわ、素なる敵。ほど。いや、なんかすごい、なんだろうな。なんか絵本みたいな感じもあるじゃないですか、この表紙がね。だからもう本当その言わはる通り、教育書とちょっとね、なんか違う感じがね、またいいなと思って、こう、手に取りやすいなと思ってたんですよ。そこですよね。本当に何だろうな、児童書というか、ああ、そうです、そうです。うちにもあるんですけど、その結構要約された世界の物語100みたいなの、結構熱い感じの本とかあったりするぐらい、その、なんていうか、柔らかい表紙で、やっぱ素敵な絵だなっていうところ。ね、いや、そうなんですよね。猫先生に依頼できるようになりたいですね、中島ね。いやー、そのうち自分も本も猫先生表紙書いてくれへんかな。殺到しますね。やっぱね、絵がね、その印象ってすごい大事だなっていうところがあって、で、逆に、だから中島の中だと、最初、黒部さんが本出版されるっていうので、表紙見たときに、あ、これはその中島が読む本なのかなって思ったところが正直あったんですよ。あ、逆にね。あ、そう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 。
どっちかっていうと、その原理原則大好きな中島だったりするので、そうですね。どうなんだろうって思って、で、実際に手に取ってみると、あ、なるほどっていうのをすごい感じていて、で、だからこそこの表紙なんだなっていうふうに思ったぐらい。あそこまで読み取ってくださった。なんかもっと硬いようなとか、仕組み寄りにしてしまえば、多分手に取ってくれる方逆に減ってしまったのかもしれないなっていうふうに思うし、黒ペンさんの思いっていうところが本当に表紙に出てるなっていうのを感じましたね。ああ、わかりますわ、それ。なんか、そういう意味で言うと、すごくこれね、うまい作戦だなって思ったんですけど、いや、違うんです。多分こういう本をね、手に取る人っていうのは、多分即話せる100の話とかを求めてる方が多いと思うんですよね。で、そういうつもりで、まあ、取りました。で、読んでいきました。で、読んでいくと、まあ、知らん間に、その、あれ？いや、作る方もいけるやん、みたいなね、感じに引き込まれていくっていう感じがね、黒ペン先生、ナイスですよ、これ。いや、嬉しい。ね、まさにそうですね。そう、なので、先生じゃない僕の友達だとか、僕の家族も、結構なんか、いい本だねって言ってくれたりしたりして、なんか、結構その幅広い層にも受け入れられてるのかなっていうのと、あと、やっぱりこの表紙のものが、すごく黒ペン先生らしいですねって、こう、ツイッターで言ってくださったりだとか、中島先生から、思想、その先生の、黒ペン先生の思想が読み取れましたっていうご感想をいただいて、もうそれがすごく嬉しかったですね。なんか表紙で必ず中も読んで、表紙と中のつながりっていうのが、ちゃんと受け取ってくださったなっていうのは、すごく嬉しかったです。そう言っていただけるとですし、まあ、だから言い方を変えると、表紙に騙されずに骨太な本ですよっていう話でもありますからね。で、そうですね、これ本をあと読んでみて思ったのが、やっぱ学校の先生だけではなく、例えば保育士の方まあ、っていう確かのもあるだろうなって思うし、まあ、もちろんね、年長さんとか、年長さんぐらい、ある程度大きくなった子にどんなことを言おうかなっていう話もあれば、あとは逆に管理職とか、ああ、そうですね。朝、話す必要がある人とかが、ただね、それこそ花粉が辛いんですっていうだけで終わらす話ではなく、そこからどう学びにつなげていけるか。やっぱりその日常の中に学びはあるっていうことを、やっぱり実際にね、言葉として伝える機会っていうのはとても大切だと思っているので、読んでいただきたいななんて思いましたね。いや、ほんとそうですよ。もういろんな方ね、読んでほしいなと思うんですよね。この、なんだろうな、98番のバタフライ効果とかね、結構自分も好きで子供たちにも喋ったりするんですけども、まあね、例えば漢字一つ練習するのも自分のなんか夢とかになんかどうつながってるのかなっていうのとかね、喋るときにこの話をしたりもするんですけども、こういう話をね、知ってるかどうかで、なんだろうな、同じこと伝えるときでもやっぱ伝わり方がね、違うんじゃないかなっていうのはね、すごい思ってて、だから例えば管理職の先生がね、なんかこういう漢字をちょっとね、使いな、例えで言ってくれたらまた入り方も違うかなっていう部分もあったりして、だからね、そういうところでも使ってほしいなっていうのね、思いますよね。やっぱ話が上手い人っていうざっくりした表現になりますけど、やっぱりその導入からの流れがね、で、あ、ここに落ちるのねっていう、さっき白黒先生も言われましたけど、この辺はやっぱその技術なので、まあ、それこそ、中島が読書ログ書いてるのも、結構こういう感じでフレームに当てはめて書いてるんですよね。何を伝えたいのか、みたいなところから入って、じゃあどういうふうな流れでいくと届くかな、みたいなのがあるので、特にそういうのをね、自分の中で持ってない方とか、うまくアウトプットできないんだよね、みたいな方は、もうぜひ真似していただきたいな、っていうふうに。思いましたね。でもうちょっと、まだ時間大丈夫なんです。大丈夫ですよ。質問まだいきますか。お願いします。いや、これ、内容項目も切り込んでいきますよ。そろそろ道徳の話。いや、嬉しい。いや、
いやもうね、そうなんです。道徳のね、なんかこの内容項目の話とかも載ってるので、はい、まあ、これ道徳でもね、活用できるだろうなと思うんですけども、どうでしょう、実際に道徳の授業の中でもこう、喋ったりすることはあるのかなっていうのも聞いてみたいなと思いました。これ僕、白黒先生に、この本を通して、ちょっとなんて言ったらいいのかな、僕はこう思いますっていう主張が入ってるんですよ、実は。道徳使いの中に、白黒先生が、これ間違ってても申し訳ないんですけど、はい、説話っていうのは、なんか、福神漬けみたいなもんだよ、みたいなことを書いてあった気がするんですけど、確か。ああ、はいはい、はい、はい、ありました。ポエモノ的な感じで。で、でも、僕は、実は、説話っていうのは、添え物としても機能するし、うん、実は、主役の食べ物にもなるんですよっていうのを、うん、この本を通して実は伝えたくて、はいはい、で、なんか、それが、道徳の内容項目順で、まず、とっておきの話を載せるっていうのはもうずっと決めてて、うんうん、で、まず説話として、添え物として使ってもらって、でもなんか使っていくうちに、実はこれメインとして、食べても美味しいんじゃないっていうふうに気づいてもらってから、234ページか。とっておきの話で実は道徳の授業にこのままなっちゃうんじゃないっていう、このままメインの食べ物に消化できるんじゃないっていうのは、ちょっと最後に提案させてもらったんですよ。だから、福神漬けでは止まりませんよっていうのを、実はこの本で、白黒先生相手にちょっと主張させていただいてます。いや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 、これ、じゃあちょっともうちょっと。いいですよ、いいですよ。いや、ちゃんとカウンター当てていただいて構いません。あれですか、ちょっとまたこれも質問です。じゃあ、これ本当にこう最後提案あるということは、はい、例えば、なんでしょう、なんかこれ1個の話でもう45分やったりもしちゃってる。そうなんですよ。お、来ましたね。じゃあ、このなんていうかな、とっておきの話から授業したっていうのは、例えばその最初の50話かな。その一番最初に作ったペンギンの話は授業でもやったことがあるんですね。はいはいはい。ペンギンを好きな理由は。で、結構その授業の方が、このモデルの中にも入ってあるんですけど、話し合いの時間が取れたりだとか、振り返りの時間が取れたりとか、まあそういう、もっと子供たちが思考を深めるような時間が設けることができるんですよね、45分に広げると。うんうんうん。なんで、そうすることで、より双方向的っていうか、教師からの一方的な語りで終わらない、ものになっていくっていう。なんで、語って終わりだけじゃなくて、こう、授業にすることによって、より響いていきますよっていうのは、すごく主張したいし、うんうん、なんかもうまさにその授業作りと似てるので、構成が。もうなんか、5分、どこで書いたかな、コラムでも書いたんですけど、5分のとっておきの話ができる人っていうのは、45分のとっておきな授業ができる人ですよっていうのは。うん、うん、うん。はい。234ページのやつですね、それね。はい。いやー、そうですか。いや、もうあれですね、黒ペン先生、授業絶対楽しんでるでしょ思うんですけど。楽しいですよ。ね、自作、確かにそうですね、自分自作教材っていうね、なんか素材拾ってきて作ることもあるんですけども、これ、うん、うん、やろうと思ったら、もう授業ってどんなところからでも作れますもんね。そうなんですよ。もう一緒なんですよ、とっておきの話と。うん、うん、うん。確かに、確かに。いやー、そうか、そうか。あとはどう使うかですよね。もう導入で使うもよし、週末のね、説話として使うもよし、いや、もうそうじゃなくて一本丸々やるもよしって感じですね。そうですね。うん。うん、それも、なんか自分自身でこう決めれるんですよっていう、いろいろな先生方がいろいろなやり方やってらっしゃるけど、なんかそこに縛られずに、もちろん参考にして学びにするのはいいんですけど、やっぱり最終的に決めるのはあなた自身ですよっていう。だからこそこう主体的に楽しんでくださいっていう、そこを使いたいですね。うん。この、もうちょっとじゃあ話聞きたいんですけども。はい。内容項目のこの分類みたいなのはね、これも何ですか？その話を見つけてきてから、まあ自分で、あ、これはこの内容項目当てはまるなっていう感じで、なんか分類してストックしていってるんですか？ありがとうございます。これはすごく僕自身も反省する点があって、うん、執筆する前はツイッターにそれこそ何話か公開してたんですけど、
やっぱりこう自分自身が感動したことをもとにとっておきの話を作ってたので、こう内容項目に照らし合わせながら作ってたわけじゃないんですね、それまで。で、実際その本を執筆するにあたって、こう内容項目順に、その今まで自分が作ってきたとっておきの話を、これだったら努力かなとか、これだったら感謝かなってこう当てはめていったんですけど、もうめちゃめちゃ偏ってたんですよ。400話以上作ってたのに、その時には。400話も作っておいて、めっちゃ偏ってるっていうのを、すごく気づいて、そこで。で、それこそ SDGs ですとか、そういう内容項目での D の方ですね。ABCD の D のところが、全然視野狭いなっていうのを痛感しまして、そこら辺は一から作りました。ああ、いや、そうですよね。いや、ごめんなさい。質問しときながら自分もなんかね、そんな予感もしてて、自分自身もやっぱ喋ってると、どうしてもやっぱね、子供に語るとき A とか B の、まあ、なんか自分自身のこととか、相手との関わりのことは、まあ、やっぱ多いかなと思ってたんですけども、BD の話ってなかなかやっぱ意識しないと、そうなんですよね。ね、土台とか集めるのもね。なるほど。そうです。なので、カップヌードルの蓋の話があると思うんですけど、何番目かな。85番ですかね。85番。で、これは本当に SDGs のとっておきの話、どうしようかなってずっと思ってて、で、パソコンと向き合っても、ただ、白紙の原稿を目の前にぼーっとしてるっていう なんか、で、ああ、どうしようって、こう、ひねり出せなずに苦しんでて、で、ご飯食べるのも忘れて、ずっとそんなことしてたんで、あ、ご飯食べなきゃと思って、カップヌードルを、ちょっと料理作る時間なかったので、カップヌードル食べようと思って、蓋開けたら、これがあったんですよ。で、あれ？と思って、いつもの蓋と違う蓋だと思って、あ、こんなところに SDGs って、その時にふっと浮かんできたんですね、そういう言葉が。これで、あ、ポッドキャスト作ろうって言って、そのまま作っちゃいました。ああ、いいですね。まあ、令和3年12月時点で書いたんですけど、まあ、それを思い出したんですね、多分カップヌードル見て。写真が残ってて、で、あ、作ろうって。いや、それですよ、それ。今ね、写真が残っててって言ったじゃないですか。これがね、大事だなと思ってて、なんかね、なんかあったらとりあえず写真で撮っておくっていうのは、もうめちゃめちゃ自分もこれ大事だなと思ってて、いつ使えるかもね、正直わかんない時もあるんですよ、その見た時はね。ただ、だからね、ポスターとか見かけたらもうバンバン写真 撮ってるんで、ポスターとか、あと、そうですね、この SDGs で言った自分の服のタグとかね、そんなん、パシャさん撮ったりするんですけども、服のタグとかにね、この服はペットボトルのなんかリサイクルでなんかできてますみたいな書いてあったりとかね。こんなんもなんかいつか使えるだろうなっていう、まだ使ってないんですけど自分も。そういうなんか感性でパソコンに貯めておくと、なんかね、生まれてきますよね。そのうちこの必要な時にね。あります。なんか寝かせておくと、熟して、こう、使う旬な時期がやってくるっていう、いつかやってくるっていう素材ってありますよね。なんかすぐ使えるものもあれば、なんかとりあえず寝かせておいて、そう、で、次の時に使えるっていう、その寝かせておくってことが多分大事だなと思って見逃さずに。大事大事。やっぱそこのアンテナっていうのとか、やっぱり自分で探してるからヒットするんですよね。だから何もなく漫然とって言ったらちょっと言い方もあるんですけど、で、生活してるとやっぱりヒットしない。からこそ、なんか授業で使えるのねえかなっていうぐらいな感覚。別にね、講師がどうなんだとかっていう話ではなく、やっぱそれも授業楽しむっていうところ。で、いい意味で混同できるといいんじゃないかなっていうふうに思うし。実際に昨年の一枚道徳で記事書かせてもらったのは、あ、こういうのいいなって思った時、やっぱ全部、写真探しましたもんね。ガンさん、あ、これ使えんな、みたいなのとか、あ、そうそうそう、これ、いや、前なんか撮ったような気がするけど、どうだろう、みたいな、あ、あったあった、とかっていうのはあるので、やっぱり頭の中のね、記憶っていうのを忘れていくし、伝えようっていうふうに思った時に、行動に変えておくことで、その時の情景っていうのは想起されるので、やっぱりその写真っていうのは今、ね、クラウドにも上がったりするので、大事ですよね。
いや、だからまあね、中島先生はあったみたいに、こういつか授業でっていう頭があると、やっぱね、残そうっていう気になるので、まあ、こういうね、なんていうかな、メガネをかけた状態で街中に繰り出すと、結構ね、ポスターとか見ると、お、俺いけるぜっていうのはね、見つかるので、まあそういうのね、またやっていきたいなっていうのを改めて思いましたね。いや、大事ですね。はい。ではですね、まあ、時間もいい感じになってきましたので、先に、黒ペンさんから感想いただいて、白黒先生に改めて感想いただいて、終わりにしたいと思います。黒ペンさん、お願いします。はい。今日はこうした貴重な場を設けてくださってありがとうございました。もう本当に夢だったっていうのは嘘ではなくて、ずっと僕は中島先生や白黒先生の読書対談っていうのをずっとリスナーとして楽しく聞かせていただいてた身だったので、いつかなんかその著者としてそういう場に立つっていうのは、すごく夢見てたというか、憧れだったんですけども、やっぱり立つからには、そういったこう自信を持って、こう僕の本ですって言えるような、とっておきな本を作りたいなって思ってましたので、今日中島先生と白黒先生から本当に貴重なアドバイスだったりとかご感想をいただいて、またちょっと自分自身も学びが深まった機会になりましたので、ここで終わらずに自分自身もこれからも学び続けて実践し続けていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。白黒先生、お願いします。改めてね、お聞きの皆さんにお伝えしたいのは、これはただの100個いい話が集まった本じゃないよってことをね、また強く最後に念押ししておきたいなと思います。ありがとうございます。これを読むと自分でも作れるようになるっていうね、その黒ペン先生の熱いハートが詰まった本だと思ってますので、まあ、ぜひぜひ読まれた方は、これね、そのまま喋るのもいいんですけども、自分なりにまた素材を探して、とっておきの話作りを楽しんでほしいなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ね、こうやってどんどんなんか中島紙の本出版してないので追い抜かれていく感が悲しい気持ちでもありつつ頑張らなきゃなと改めて思いましたし、やっぱりそのストーリーの大事さとか、やっぱ苦手な人にほどぜひ手に取って読んでいただきたいなっていうふうに思う素敵な本ありがとうございました。ではですね、今回の対談はこれで終わりにします。ぜひ動画、高評価、いいねボタンを押していただくと励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。